おはようございます。こんばんは。学校に行ってきて、最後の大会の練習をしてきて、明日が大会です。大会してリサキの生誕祭にレッツラゴーします。美咲の生誕は来た方がいいかもね。みんな来た方がいいというか、見た方がいいかもしれませんね。今日はマジで焼けたかもしれない。もうずっと外にいたからさ。でも日焼け止めめっちゃ塗りました。明日が本番ですよ。明日とりあえず焼けないように頑張ります。昨日の舞台の稽古で一旦その台本全部通り、台本全部演出が終わって、次の稽古から通しとかになるんですけど、でその結構昨日早く稽古終わったので、稽古場でねちょっとご飯食べたりとかして、たくさんの方と喋る機会があって、でね、なんかこう監督からなんか名前呼ばれる時になんかニコちゃんみたいな、なんかニコちゃんって呼ばれてて、なんか名前間違ってるのかな、でも言えないなとか思ってまあとりあえずはいみたいな返事してたんですよ。それでなんかこの間昨日の稽古でなんかひよりさんがなんか、え、ニコちゃんじゃなくてコーペですよみたいな突っ込んでくださって、 そしたらなんか、いや、いつもニコニコしてるじゃんみたいな言われて、本当はコーペって分かってたんだけど、ニコちゃんって呼ばれてるんですよ。最初誰かと思ってさ、ニコちゃんって誰だと
と思って、でも私に目離しながら言ってくるから、じゃあ私ニコちゃんなのかなとか思って、ニコちゃんで聞いてたら、ココペ知ってるよみたい、そうしたらいつもニコニコしてるから言われて、やっとニコちゃんの解明ができました。解明、うん。誰かと思ったんだよ最初。最初誰かと思いましたって。名前間違えてるのかと思いましたって言ったら、違う違うって言ってました。金沢さん面白いです。舞台の時間ってどのくらいになるか分かる？でも2時間行くか行かないかくらいなんじゃないかな。分かんないけど1時間、普通どれくらいなんかな。あんまりさ、投資でやったことがないんです、今まで。でもこの間さ、っていうかまあこの稽古始まる前に舞台の台本の本読みが、リモートで本読みがあったんだけど、その時は3時間くらいずっと本読みしてたんですよ。でも、まあ、途中で電波のトラブルとかがいろいろあったから、まあ、2時間くらいなんじゃないかなとは思いますね。そう、なんかね、最後まで通してなんかもう、そう、めっちゃもうすぐなんだなと思いました。ね、もうすぐだよね。あのお花もね、今日まで受付。我なので皆さんぜひお待ちしてます。明日までだ。明日まででした。お腹すいた。今日の給食何だったの？今日の給食はね、ご飯とラーメンと餃子とみかんでした。ラーメンとご飯ってやばくない？お風呂入ってないです。舞台組が公演ないの寂しいよ。そうだね、公演いない時多いから、
そう、白ご飯とラーメンなんです。アイラインってさ、結局どこら辺がいいのかな。アイライン引いてみた。ラーメンにはチャーハンと餃子。昨日はね、なんだっけ、舞台の方たちと一緒にご飯食べたんですよ。なんだっけ、舞台稽古場で、そこにチャーハンありましたよ。中華とピザ。中華はチャーハンと餃子と、なんだっけ、チャーハンと餃子といろいろありました。ニラ卵とニラのやつ、なんていうの、あれニラ玉とか。ピザがめっちゃ美味しかったもんさ。ピザとか久しぶりに食べてさ、めっちゃ美味しかったな。一切れ食べました、ピザ。ピザ部したいくらい。ピザめっちゃ大好き。もう誕生日ね、ピザ食べたいと思った、昨日昨日誕生日はピザ食べたいと思ったくらい、ピザめっちゃ美味しかった。ピザ食べることあんまないからさ。誕生日もお家で食べたいな、私。お家で ピザパーティーしたい。ピザと、ピザの食べ放題とかあるん？いいね。昨日はね、照り焼きチキンのピザ食べました。美味しかった。ね、クワトロめっちゃ大好き。クワトロなんだっけ、なんかチーズピザの上にハチミツかけるやつ、めっちゃ美味しいよね。天神新しくできたイタリアン食べ放題のお店。そうなんだ。食べ放題。ずっとお腹が鳴ってる。お腹空いて。食べ放題ってね、なんかさ、あんま食べれないんだよね、食べ放題。お家でピザ窯で焼くやつ。お家でピザ窯はね、全然やってないです、最近。最近というか、ここ何年か全然やってない。明日に向けて今日はもう寝たい。明日何かあんの？公園？明日昼夜だよね。私は夜のリサキの生誕に出るの。みんなお待ちしてます。美咲の19歳生誕祭。
セーター寝坊したら困るやん。寝坊せんやろ寝坊せんやろ。だって夜じゃん、夕方。推しのセーターは寝坊しないでしょ。楽しみで起きちゃうでしょ。めっちゃ19歳に見えないそうだね。お風呂入った？まだ入ってないです。お風呂上がりみたいな髪型してるけど。コピは早起き慣れてるよね。全然私も早起き本当に一旦慣れないですね。7期かと思ったらリセキちゃんだった。どういうこと7期かと思ったらリセキちゃんだった。明日配信朝ですね。公演があるので。私誕生日に来たらね、誕生日来たら9時まで配信できるんです。9時まで配信できるのでかいよね。ご飯食べてお風呂入って配信できるじゃん。だからちょっと誕生日が待ち遠しいのは9時まで配信できるっていうのがあるから、ちょっと嬉しい。いつもの誕生日より9時までできるの本当にでかい。だってもういつもさ、8時はちょっとね、あの一番忙しい時間だから。結構ね、9時はでかいですね。コペの好きな給食、揚げパンが好きです。揚げパン。パンパパン。この前の公園で思ったけど、ハンちゃんの身長より高くなって。本当？ハンちゃんの方が高いよ。それはなんだろうね。早めだったらココッペの配信見て家出ようかな。明日何時ぐらいにやるかな。7時台だと思うけど、7時。7時半頃かな。まだ160行ってないんよ。まだ行ってないです。じゃあコペの配信チャージしてからコメ行く。嬉しい。明日本当は休みだったのに9時からは大変じゃん。それは大きい問題ですコペ160センチの壁があるので、いつかペに答えるかな。ね、伸びるかな。でもなんかあんま伸びない気がしてきてるんだよね、身長。でもね、
私中1の時ね、身長154なの。なんかこの間154だったんだよ、確か見たんだけど。5センチ、4センチ伸びてる。ポッパの体操かわいい？かわいくない。かわいくないです。今下体操服のズボンだけど、かわいくないよ。かわいい体操服ってある？まああるか。かわいくないです、全然。なんか今年の1年生から制服変わってるんだけど、その子たちの体操服よりは可愛いと思う。その子たちね、黄色いね、蛍光色なんですよ。でズボンのこの短パンの丈も膝下くらいまであるくらい長いから、まあそうだね、体操着は可愛いね、私たちの方が。可愛いっていうか、まあ可愛いかよくわかんないけど、可愛くはないけど、やっぱ制服とかさ、可愛いのがいいよね。さ、コップのコースターゲットした、ゲットしてください。ペと同じリップ型デイシーク、これおすすめです。チャージ初めての星見たいんだけど、あれメンバーは固定だね。固定だけど、まあいつかできるポジションなれるように頑張ります。デイジーグとアミューズも買った。アミューズおすすめです。アミューズ知ってる？リップやっぱいいのかな、あれって。アミューズね、なんかリップさ、どれがいいか分かんない、同じ色ばっかりも。なんか最近なんか藤子がね、めっちゃパーソナルカラー診断診断に藤子がハマってて、なんかココップもやってよみたいな感じで、この間パーソナルカラー診断を藤子の携帯でやったんですよ。そしたらブルベ夏だった。やブルベ夏、で私あのブルベメイクめっちゃ好きなんですよ。私ブルベメイクなんかめっちゃピンク
ブルベメイクめっちゃ好きだから。でこの間メイクさんにもなんかココッペブルベが似合うよみたいな、青みピンク似合うよって言われて、そう言われたから、あ、やっぱメイクさんってすごいなと思って、合ってるなって思いました。これ何すごい、何と青みピンクがね似合うらしいです、私には。隣のトロロさん食べてありがとうございます。クラインさんハートありがとうございます。ユタカさんペンライトありがとうございます。隣のトロロさんハートありがとうございます。マクレザイスさんバラありがとうございます。博多なるなるさんとソフトクリームありがとうございます。マハマロさんハートありがとうございます。博多なるなるさん可愛いありがとうございます。クロさんソフトクリームありがとうございます。ビリーダンダーさんソフトクリームありがとうございます。クズターカーさんソフトクリームありがとうございます。塚田さんハートとダルマありがとうございます。京子のコロさんソフトクリームありがとうございます。アキラ台湾さんハートありがとうございます。坂田カーメンさん紅茶ありがとうございます。アスさんハートありがとうございます。わたあめさんハートありがとうございます。トモトモさんソフトクリームありがとうございます。マサアキさんソフトクリームありがとうございます。塚田さん食べてありがとうございます。イルファンさんソフトクリームありがとうございます。やすさん猫ありがとうございます。海賊ジョケさん食べてありがとうございます。ソフトクリームもありがとう。コペ体育祭の練習マスク外してる、マスク外してるねもう暑くてマスク焼けもしたくないじゃん。だからなんかこの間担任の先生とさおしゃべりする時があったんだけど、めっちゃずっと喋ってた時があったんだけど、なんか体育祭の行事でなんか効果合戦っていうのがあるんですよ。なんかブロックでグラウンドの真ん中に来て効果を叫ぶんですよ。効果の1番を叫ぶんですけど、それでなんか私たちの赤ブロックの声が小さいみたいな。効果合戦はなんか叫ぶ声の大きさも採点されるし、そのなんていうの、他のブロックがやってるのを見てる態度も採点されるんですね。そうで、なんか赤ブロック声が小さすぎる、こうあの音楽の先生なんですね、担任の先生が。だからガブロックちょっと声小さいみたいな、ガブロック声小さいんよねみたいな言われて先生に。で黄色一番でかいのが青ブロックらしくて、その次に黄色で赤で小さかった。私の担任の先生めっちゃ声でかいからさ、普段もだから私3人分ぐらいかなみたいな言ってた今の声は。そんな感じで私めっちゃ叫んでるんですよ、なんとかなんとかなんとかって叫んでるんだけど声が小さいみたい。初めての星
んとかなんとかなんとかなんとか。みんなこうやって後ろに手組んでこうやってして空を見ながら歌う、あの空を見ながら言うんですよ。よくココペの声よく通りそうで羨ましい。本当声がでかいからか。あ、エグちゃんと TikTok 撮った。エグちゃんにココペも来てって、エグちゃんと TikTok 撮りました。何を撮ったと思いますか。今流行りのやつ。ヒントは分かるでしょ、これで。ちょっと簡単なヒントすぎたかな。いつか、今日エグちゃん出すかな、わかんないけど。なので楽しみにしててください。20日の公演で一緒しよう、かわいい。次20日、そっかそっか。そういえばハルコンファイナルで合唱なかったね、ちょっと楽しみにしてた。ファイナルなんてね、合唱はなかったですね。7期生のお披露目とかもあったし、ね、合唱はなかったんです。博多の細麺さん、ハートありがとうございます。この間公演パタドラの日かに7期生がダンスレッスンで楽屋じゃない事務所にいて、6期生みんなね7期生のところに行ってた。仲良くなった子いる。まだ話してないんだよね。まあなんかあんま合わないんですよ。あの事務所にあんま会う時がない。いつ会えるんだろうね。なんかやっぱリハ期間とか。あんまり会える時がないの。話が出てきたね、よりちゃんか。そう、よりさんのね、あの話おもろかったよね。ステージでよりさんがそう横に、リハの時に横に来てくださって、あ、7期生かなって思った。よりさんが来てくれてた。面白かった。バックダンサーかバヤドヤかな。うーん、まだね、あの目撃者公演 H チーム H とかはもし前座とかがあればね入るね。でも警報はないから。
なんかバックダンサーとかできるユニットも ないよね。七期生じゃないって顔されたって言ってたよ面白い。デッドボディ絶対ないやろ。なんだろう、なんか警報もさ、前座とかあればいいんだけどね。前座ないよね。あれとかかな、あの全国握手会とかはお話できる時あるかもね。リボンでポンポン持って踊らせる、あの多分ステージに人が入りきれないと思うんだよね。公園に出れたらいい。ハイタッチ楽しみだってハイタッチね、どんな感じなんだろうね。ドキドキ。ではそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。皆さん、金曜日でしたね。皆さんお疲れ様です。1週間では終わりたいと思います。13位、クロさんありがとうございます。12位、ヒデさんありがとうございます。11位、ウッチーさんありがとうございます。10位、博多なるなるさんありがとうございます。9位、アンドロメダイキさんありがとうございます。8位、ムハンマドさんありがとうございます。7位、ノリッペさんありがとうございます。6位、キョウコのゴロさんありがとうございます。5位、スイチャンプさんありがとうございます。4位、つかささんありがとうございます。3位、トモサカナさん。2位、隣のマイダくんありがとうございます。1位、ヤスさんでした。ありがとうございます。それでは終わります。皆さん今週お疲れ様でした。明日はリサキの生誕祭で会いましょう。バイビー、ありがとうございました。バイバーイ。